になってます。ケイゴです。本日のジャンプフェスタにて、呪術廻戦シーズン2京都交流会編のキービジュアルが公開されました。東西の呪術師がそれぞれの威信をかけて戦うチーム戦。楽しみなシーンがたくさんありますよね。このキービジュアルもかっこいいです。それと同時に、京都交流会編で新たに登場する京都校のキャラクター4名のキービジュアル、それぞれ担当する声優さんの情報が公開されました。声優さんにそこまで詳しくないという方もいると思うので、この声優さんはあのキャラクターを演じていますよと紹介していきたいと思います。時間の関係で詳しくは紹介できないので、そこら辺はどうか温かい目で見ていただけますと幸いです。短い動画ですので、ぜひ最後までお願いします。独自の思想を持つ鴨則俊を演じるのは日野聡さん。代表作はたくさんありますけど、あえて一つ挙げると言ったら、なんと言っても現在めちゃくちゃタイムリーな鬼滅の刃無限列車編で大活躍する煉獄さんではないでしょうか。鴨則俊はクールに見えて、実は熱いところもあるので、どのように演じるのかとても気になります。呪術師として譲れないプライドを持つ西宮桃を演じるのは声優の釘宮理恵さん。日野聡さんもそうですけど、釘宮さんも声優にあまり詳しくないという方でも名前は知っている有名な声優さんですよね。主な代表作は銀魂の神楽、鋼の錬金術師のある、特に西宮のあの一連のセリフをどう演じるのかとても楽しみです。一見不気味なアルティメットメカ丸を演じるのは松岡義嗣さん。主な代表作はソードアートオンラインのキリと鬼滅の刃の橋平伊之助。読者に特別な印象を残すアルティメットメカ丸をどう演じるのか気になります。五条の女と対局の存在、伊織歌姫を演じるのは日笠陽子さん。主な代表作は軽音の秋山美代。ギャップのある歌姫が楽しみですよね。他にもジャンプフェスタでは2021年の3月に呪術廻戦公式ファンブックが発売されることが発表されました。芥見先生に取材した新情報だらけの非常に濃い内容らしいのでとても楽しみです。というわけで今回の動画は以上なんですけど、この動画は本日2本目で、1本目の動画ではオープニング映像での魚と桜が吉野純平のことを指しているという考察をしています。結構面白いと思うのでそちらもぜひ見てください。概要欄にリンクを貼っています。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。最後までありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。